用意はいいかキリ。もういいのかキリ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ大丈夫だ。芝浦までやってくれ錦。日協連は船をアジトにして。わかった。ちょっと無視かよ。ほらなんだよ、忘れちまったのか俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺はお前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。
親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。へい。奴ら同時まぐみだ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！こっちも始めようぜ、キリュウ。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。うん、うらっ！
後ろからも来やった。柏木さんは何やってんだ。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。ニシキ、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だからいいから行け。あいつを止めねえと風間のおやさんにも死んだ立花にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし行け。
渋沢。やべえぞ、いいからしまってる。いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。Yeah!
さっさと諦めろ。うわぁ、隠すぞ。島の海、真島五郎か。18人殺しの冴島大河の兄弟分。お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあるんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った罪をえらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのは好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのは好きだから殴った。根っからの極道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやないか。お前らは殻の一粒っちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。
安心せえ。堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。